広小路広小路とは、秋田県秋田市にある道路の名称。日本の道百選に選定された道路の一つ。なお、沿道の商店街も、通称、広小路と呼ばれている。秋田駅西口から西へ、旭川岸の広小路西交差点までの約 0.8km 区間の道路である。秋田県道26号秋田停車場線の一部に、なっている。 また、久保田町交差点から、広小路西交差点までは、秋田県道28号秋田岩見船岡線との重複区間である。秋田駅前は、中央通りで駅へ向かい、広小路で駅から離れる、半時計回りの形で車が流れている。昭和30年代には、秋田県庁や秋田市役所、国の出先機関などの観光庁が来店して、 跡地が大型店などとして整備されたことも影響して、肩がぶつかるほど混み合うような商店街となっていた。1965年に秋田市電が廃止された後も繁華街として健在であったが、自家用車の普及や郊外型スーパーの進出などにより、歩行者数が急速に減少した。市電廃止前大型店はそれに代わるモノレールを導入する構想を打ち出したものの実現せず、 結局、駅前大型店や商店の閉店が続出し、また大型店の移転などもありシャッター通りとなっている。現在の広小路商店街は、秋田駅前から西部百貨店、アトリオン、かつて県下一の百貨店だった、機内などの各商店で形成されている。また、1998年の秋田赤十字病院の移転により、 中央通りと広小寺の間にある中小路も歩行者、通行量は減少した。秋田赤十字病院跡地には2012年にエリア、中市が建設されている。千秋公園のお堀に面しており、沿道に桜、筒子、水蓮などが季節の移り変わりごとに咲き誇る。歩道には無酸水小雪施設が設置されており、冬期間でも歩行者へ配慮された。 安全な歩道空間を確保している。歩行者に安らぎを与える秋田のシンボル道路として、日本の道百選の一つに選定されている。1602年、徳川家康によって、出羽国に違法を命じられた佐竹義信は、当初入場した港城が、家中の規模に対して狭かったため、新名山に、久保田城を築き移転した。広港寺は、久保田城の御手門堀。 穴と堀りに面した通りとして、1607年に開始された城下の町割り初期から存在した。ただし現在とは異なり、旭川岸より一区画手前で、広小路は終わりそこからは細い道になっており、目抜き通りは穴と堀りに沿って北へ折れていた。通りに面した屋敷はすべて藩主一門や、所こなど過労級の大海であり、 それぞれが属した町の通りではなくすべて本城を向いて、屋敷を構えていた。1860年の佐竹藩市六府町深くでは広小路を他の町と並列に扱っている。広小路沿いに配置された家は以下の通り、旭川岩の家まで記すが、これら2やも広小路に続く細道を正面としていた。明治維新の変革で沿道の武家屋敷が解体され、跡地には、 新しい行政官庁や弊社などが建てられていった。1889年にはレールの上に客車を乗せて馬車で引く秋田馬車鉄道会社が秋田市土崎港長官で開業し、後に路面電車となって1931年には広工事を経由する市内線が開業した。戦後に市内線と市外線が接続され土崎港から秋田駅へと至った。 しかし、高度経済成長とともに、モータリゼーションが起こると、1966年に秋田市電は廃止された。広小路は、昭和30年代の環境移転に伴って、都市計画化され、西の行政環境と東の秋田駅を結ぶ、経済的流通の主要道路となったことによって、沿道には秋田市の主要商店街が形成されていった。沿道南側は、 秋田県内有数の商業地が形成され、デパートや専門店が軒を並べ、歩道には一部アーケードが設置されている。沿道北側は、久保田城跡の千秋公園があり、門石や城壁に当時の面影を残している。千秋公園内には、美術館、秋田県民会館、秋田市中央立図書館などの施設がある。また、1989年に、お墨櫓が、 2001年に表門が復元された。ありがとうございます。